社会主義労働英雄とは、ソビエト連邦にあった英雄称号の一つ。国民経済や文化における結出した業績に対して贈られるソ連最高の英雄称号であった。社会主義労働英雄には、戦争などでの英雄的な行為に対して贈られるソ連邦英雄と同等の地位が与えられたが、ソ連邦英雄とは異なり、外国人には授与されなかった。同様の称号は、 東側諸国においても制定されていた。社会主義労働英雄の称号は、1938年12月27日、最高会議の常設機関、最高会議幹部会による布告で制定された。この称号は、ソビエトの産業、農業、交通、公益、科学、技術などの発展に貢献し、ソビエト連邦の力と栄光を増進させた市民に、対し、 最高会議官部会から送られた。当初社会主義労働英雄は最高会議官部会からソ連の最高勲章であるレーニン勲章及び証明書を授与されていた。後に社会主義労働英雄と他のレーニン勲章受訓者を区別するために1940年5月22日の最高会議官部会布告によって鎌と土金メダルが導入され、 勲章や証明書と共に授与されるようになった。ソ連邦英雄に対して、霊人勲章などと共に与えられる、金星章と同様、金メダルは平時でも着用し、略時は存在せず、メダル本体をそのまま着用する。社会主義労働英雄のうち、さらに傑出した業績を重ねたものは、2回目の授与を受けることができる。 この場合は、もう一つ鎌と土金メダルを授与される上に、故郷の町にブロンズ製の郷像が建てられるという栄誉を与えられる。さらに、三回目の授与を受けた者は、モスクワに計画中のソビエト宮殿の近くに郷像を飾られる栄誉を与えられることになっていたが、ソビエト宮殿が建設されなかったために実現することはなかった。金メダルのデザインは、 芸術家 A ポマンスキーが言った。メダルの大きさはヨシフ・スターリンが決定した。スターリンは典型的な労働者や農民などの服を着た俳優たちに大きさの異なったメダルの模型を付けさせてサイズを調整したという。その結果、メダルの星の直径は3 3 5ト、mm、ルとなった。1939年12月20日に最初に 社会主義労働英雄を授与されたのは、ヨシフ・スターリンその人であった。次に授与されたのは1940年1月2日で、PPD-40 短期間銃など数々の機関銃の設計者であるバシーリーでグチャレフに送られた。3回目の授与では9人の銃器設計者に授与された。その中には、ヒョードル・トカレフ、ニコライ・ポリカールポフ、アレクサンドル・ヤコブレフらがいる。 第二次世界大戦後に授与されたものの中には、重機設計者、ミハイル・カラシニコフや、物理学者、アンドレイ・サハロフや作曲家、ドミートリー・ショスタコービチなどの有名人もいる。1971年9月1日までに16,245人が、社会主義労働英雄の称号を得た。105人は2回以上授与を受けている。 ソビエト連邦の崩壊の1991年12月24日に最後の授与が行われたが、それまでに2万812人が社会主義労働英雄の称号を授与されている。ありがとうございます。